帝国電気製作所は、兵庫県辰野市新宮町に本社を置く機械メーカーである。キャンドモーターポンプを主力製品としており、研究開発から設計、製造、販売、メンテナンスまで一貫して行っている。東証一部上場企業。化学液が漏れない完全無漏 A ポンプの採用手としてその名を知られる。主に石油化学、プラント、ファインケミカル、医薬、 食品業界、原子力発電所、変電所で使用され、シェアは国内約60%、世界約40%と世界一を誇る。現在では完全無料 A のキャンドモーターポンプを主な製品とするポンプ事業、コントロールユニットのような自動車用電装品とシーケンサ用基板などの産業機器用基板を主な製品とする電子部品事業のほか、 昇降機などの特殊機器や健康食品などの事業を展開している。社是はみんなで良くなろう、誠実にことに当たろう、積極的にやろうである。1939年、大阪で二人のエンジニアが始めた鉄道信号機の製造、販売が始まり、鉄道の指定工場として認められ、主に大阪鉄道局管内の各種信号を製作していた。 その後、朝鮮総督府鉄道局、南満州鉄道株式会社、河北交通株式会社から、鉄道電気信号用品を受注するなど、電気信号メーカーとしての基盤を築き上げていく。1943年、川西航空機株式会社の協力工場として、航空機用電気部品の製造を開始。1945年、軍事省監督工場の指定を受け、 資本金80万円に増資。1947年、当時としては、画期的であった、電気自動車、エレカ号を開発。一度充電すると2から3時間、距離にして約 50km しか走行できなかったが、箱根宮の下の急坂で行われた、通産省主催の性能テストで、優秀さが認められた。しかし、1949年、 原油の輸入統制が解除となり、ガソリン自動車が一躍脚光を浴び始めたことで、電気自動車事業から撤退。その後、1952年にハイテンションマグネと、1953年には充電用ダイナモ、充電用リレー、回転軽用発電機、1954年にはエンジンの点火調整用自動進化装置と、次々に自社製品を開発。 1960年、独自の技術で、現在の主力製品であるキャンドモータポンプの開発に成功。1991年には、世界最大のケミカル産業を持つ北米にて、初めての海外現地法人帝国 USA Inc. を設立し、1994年には、中国の大連市に、大連帝国キャンドモータポンプ有限公師を設立。現在では、 海外7カ国に拠点を設立している。ありがとうございます。